はい、本日はですねアークテリクスのアロー22を紹介していきたいなというふうに思います。でそれがですねこちらのカバンになってですね、これは絶対皆さん一度は見たことあるカバンかなというふうに思ってて、まあ、もしかしたら、俺見たことないでっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、これちょっとデザインが2019年からちょっと新しくなってるので見たことないかもしれないんですけど、この古いデザイン今ここに画像出てると思うんですけど、このデザイン見たらあーなんか見たことあんなっていう感じだと思うんですけど、それぐらいまあ人気のアイテムで、で今回結構視聴者の方からリクエストを多くて、このアロー22をレビューしてほしいっていうのがあったんで、この新しくなったアロー22を紹介していきたいなというふうに思うんですが、僕早速パッて背負ってみたらですね、めちゃくちゃ背負い心地よくて、これどんな感じかって言ったら、まさに背負ってるのに背負ってないぐらいの感覚っていう、いかにもうさんくさい言葉が出てくるんですけども、それぐらい背負い心地というか、なんていうんですか、軽さというか、なんかそういうところがあって、そんなもいろいろ計算されて作られてるっていうカバンなので、不動の人気のあるアイテムで、アークテリクスといえばですね、まず3つ出てくるんですけど、マカ2、スコーミッシュフーディーっていうジャケット、そしてアロー22。もうこのトップ3を今網羅してる状態になってまして、先々月にマカ2買ってめちゃくちゃ良くて、先月にスコーミッシュフーディーっていうジャケット買ってめちゃくちゃ良くて、で、今月にアロー22買ってるってことなんで、どんどんアークテリクス色にこう染まえられてる感はあるんですけども、おそらくこれも多分気に入ってくるんじゃないかなと思うんですけども、すごい一体感があるリュックなんで、その辺の紹介をしていきたいなというふうに思うんですが、まず今日の話の流れとしては、特徴を話して、次にデメリット。このちょっと短時間パッて背負っただけでも、やっぱデメリットで若干感じたりしたんで、その辺をお話しして、で、最後におすすめの人っていうお話をして、おしまいにしたいなというふうに思いますので、その順番でお話していこうかなと思います。ではまず特徴なんですけど、どこがどうとかいう話する前に、まずこのリュックどんだけ入んねんっていうことだと思うんですが、リュックの容量ってよくリットルとかで言われると思うんですけど、これアロー22っていう名前になってるので、名前のごとく22リットルってことになってるんですけど、だいたいイメージしてもらったら20リットルっていうのがデイパックって言って、要は1日を英語にするとデイっていうと思うんですけど、そのデイの1日であれば入るっていうのが20って言われてるので、だいたい1日分の荷物は入りますよっていうのがこの大きさになってて、22リットルがじゃあ実際どれぐらいかっていうのを見てもらいたいんですけども、まずこのメインのところヒュッて開けていくと、こんな感じでガバッと出てきて、このまず一番最初に目に飛び込んでくるのがこのパソコンのスリーブケースになってるんですけど、今って結構パソコン持ってはる方とか、あとパソコンは持ってへんくてもタブレット持ってはる方と結構いらっしゃると思うので、そういう方はこれ結構使えるんですけど、僕がですね最近パソコンをですね13インチっていうちっちゃいモデルから16インチっていう大きいモデルに変えてですね、こちらの13インチだったらですね、この PC スリーブというかパソコンスリーブにシュッて楽勝で入るんですよね。で13インチのパソコンを持ってはる方だったら全然何とも思わないと思うんですけど、僕みたいに今16インチとか15インチとかちょっと大きめのノートパソコンを持ってはる方ってリュック選びが難しいんですよね。よくリュックって13インチまでやったら入るけど15インチ入りませんとか結構あったりして、おいそれめっちゃいいと思ってたのに買われへんやんけっていうの結構あったりするので、これが13でこっちが15になっててですね、やっぱり若干ちょっと大きさは違うんですけども、この15を入れてみたいなと思うんですが、もうこれハブつけた状態で入れますね、これね。でこれが16インチですね、16インチをスパッと入れたら、でこれを入れていくと、この辺まで下がっていくので、楽勝で入るという感じになってて、で容量なんでガンガン入れていきますね。白 T が1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚それでこれぐらい結構パンパンになってきたので、最後は歯ブラシとかのアメニティですよね。旅行を考えてアメニティであったりとか、あとは彼女からもらったラブレターを入れてもらってもいいですし、あとはお子さんが幼稚園で作った灰皿なんか入れてもらってもいいと思うんですけど、それを入れてもらってここにスポット入れると。はい、こんな感じで、パンパンにはなってるんですけども、こんな感じで入ります。なので T シャツ8枚そしてアメニティでノートパソコンが16インチであれば入るというような大きさになってるので、1日分の荷物やったら全然入るんじゃないかなという感じで、さらにこの前もまだあるんですよね。このカンガルーポケットって言われるんですけど、このカンガルーポケットの前の部分があるので、ここにはそうですね、何か入れれるもあるかな、例えばパスポートとかですねとかも楽勝で全然まだまだ入りますし、あとは旅先で眉毛を整えることもあると思うので、特に剛毛の人なんかはこれは持っていくかなというふうに思いますし、あと旅先でよくあるのがキャッチボールですよね。キャッチボールとかすることもあるので、それこれちなみに NPB のなんかプロ野球のボールなんですけど、こんなもあるので、これを掘り込んでおくというのでも全然まだまだいけるっていうぐらいの荷物は入ります。これでもまだ若干前は入るかなっていうぐらいで、いっぱいは入らないんですけど、多少であれば小物は入るかなという感じですね。でさらに横側には
こういうベルクロがついてたりするので、例えばなくしたらあかんもん、こういうカメラのレンズのケースとかをここピュッて入れてたりとか、あと逆側はこれあのペットボトルとかですね入れるような感じになってるので、まあこれあの勝手にペットボトルと見立てるんですけども、全然リモコンなんですが、まあこんなんをヒュッて横に入れたりとかして、でこういうここはあのベルクロついてないので、すぐにピュッて取り出したりとかできるような仕様ということになっております。まあ、なので容量としては1日分全然入るし、あと小物とかもちゃんと入れれるようなスペースがこうやってあったりとかするので、まあ、長期の旅とかはちょっと微妙かなと思うんですけど、まあ、全然1日2日ぐらいだったら全然持つんじゃないかなという感じでは思いますね。で次の特徴がですね、紐がずれないということになってて、よくあの安いリュックとかやったらですね、こう背負ったりとかしても、撫で方の人ってこうどんどんリュックがこう落ちてくるというか、でそのためにこう背負い直すのって、よく同級生に一人はこうリュックをこう背負い直しらせていてると思うんですけど、まあ、そういう方とかであってもこのタイプがですね、こう内側にリュックの紐がヒュッと入ってくるのでずれないんですよね。一回こう背負ってみるとこんな感じでですね、別にこれ前のハーネスとか止めてるわけじゃないんですけど、こう内側にギューってこう入ってくるような感じになってるので、自然と肩の骨のところっていうんですかね、の内側にヒュッて入り込んでるような感じになってるので、いくらこう撫で方にしても落ちてこうへんし、でいくら怒り方にしてもさ、怒り方は落ちないんですけど、まあこんな感じになってるので、全然この紐が綺麗にこうまっすぐ立ててるだけじゃなくて、こう内にこうねじるような感じで入ってきてるので、ずれないという感じではなってます。でもこのままいきますね。次の特徴っていうのがですね、あのリュック自体がちょっと曲線になってるんですよね。でこれパッて横から見てもらったら分かると思うんですけど、あの背中の形に綺麗に沿ってるんですよ。例えばこうやって猫背になったりとかしても猫背通りに沿ってくれるし、でこれ逆にまっすぐやったら隙間あるかもしれないんですけど、このしっかり曲線が出てるっていうので、これ今結構重たいんですよね。普通に平気で10キロ以上あると思うんですけど、それでも10キロあるかな、わからんか、まあ、とりあえずそれでも普通のリュックとかってやっぱ肩凝ったりすると思うんですけど、まあ、分かりやすく言ったら亀の甲羅みたいなもんで、こう綺麗になんか亀みたいに沿ってくれてるんですよ。だから肩で持ってるっていうよりかは背中全体で持ってるような感じになるので、例えば女性の肩とか、あとまあ子供とかもそうやと思うんですけど、背の低い方とかこういう設計になってるのって、背中全体で持ってると荷物が軽く感じると思うので、まあ、この辺なんかはめちゃくちゃよく考えられて作られてるなという感じで思います。まあ、こうやって今外してみて見てもらったら分かると思うんですけど、リュックがですね、こう曲線になってるんですね。こういう感じで曲線になってるので、まあ、しっかり背中に沿ってくれるし、あと重さを分散してくれるので、これ僕今片手で持ってるんですけど、片手だと結構重いんですよね。まあ、震えるまではいかんとしても、まあまあ重いかなっていう感じなんですけど、背負ってみたらそんなに重く感じないというような設計になってるという感じではなってます。なので日常使いとかで結構重い荷物入れる方とか、あとまあパソコンが大きいパソコンの方でちょっと重いじゃないですか。やっぱそういう方とかはこの恩恵があるかなと思うんですけど、まあそんなに重い荷物入れへんかったら別にこの曲線である必要はそんなにないと思うんですけど、そんな感じになってて、あとまあちょっと普通のリュックと若干違うところになるんですけど、それが何かっていうと、この底を見てもらったらですね、こうなんていうんですか、斜めにこうヒュッて入ってるんですね。普通ってリュックってこう四角っぽい感じだと思うんですけど、こう斜めにヒュッて入ることによって荷物がですね全部下に行かんとまばらに入ってるんですよね。で普通にこう四角になっちゃうと全部の荷物が下に落ちていくと思うんですけど、ここが細い分荷物がちょっとしか入らなくて、どんどん上に積み重なっていく感じになっているので、より背中一体で背負えるような設計になってるっていうところもこのアロー22の特徴かなというふうに思いまして、ちょっと荷物これ重いので一回戻しますね。まあこれでかけてる時見てもらったら分かると思うんですけど、普通ハンガーとかにかけたりしたら結構リュックって落ちてくるじゃないですか。スポーンと落ちてきたりすると思うんですけど、やっぱ最初言ったみたいにこう内に入ってるのでハンガーですら落ちひんから、まあ、撫で方中の撫で方の人でも、まあ、ハンガーで落ちひんにやったらよっぽど撫で方でツルツル、木みたいにツルツルやったら落ちるかもしれないですけど、まあ、結構落ちにくい仕様になってるんじゃないかなというふうには思います。で次がですね、生地感が丈夫ってことになってるんですけど、この生地感がですね届いた瞬間パッて分かったんですけど、僕今まで3万円近くのリュックって持ったことなくて、このアロー22って3万円ぐらい定価でするっていう感じなんですけど、まあ、例えばこういう普通のリュックとかって、まあ、生地感もちろんこれでも丈夫なんですけど、こっちの方が圧倒的に丈夫さがあるというか、高級感があるというか、生地感が全然違うなっていう感じで、まあ、本当に何回も何回も繰り返し毎日使い続けてもあんま下手らへんやろなという感じで思ってて、まあ、この辺なんかは値段は高いんですけど、まあ、それ相応の生地がちゃんと使われてるなという印象はあります。で次がですね、先ほど言ったみたいに2019年の秋冬、ちょうど1年ぐらい前からですかね、ちょうどあのリニューアルになって新しくなってるってことなんですけど、まあ、人によったらですね、前のモデルの方が良かったっていう人もやっぱ20年ぐらい続いてるから、昔の方が好きっていう方もいらっしゃるじゃないですか。だからそういう方とかやったら昔のモデルとかがいいと思うんですけど、ただです
ですね、今もなかなかアークテリクスって結構偽物とかも出回ってたりするので、お昔の形だけがもう廃盤で作られてないって考えると、なかなか昔のモデルを買っちゃうと偽物のリスクがあるというか、いくら正規店といえどももうどんどん在庫がないので、今出回ってるものとかは比較的偽物が多い可能性があるので、まあ、その辺はちょっと注意かなとは思うんですけども、まあ、この新しいモデルになったことで、さっき言ったパソコンとかタブレットとかを持ち歩きも全然できますし、あとそれ以外にはこういうジップとかも若干変わったりしてるみたいで、普通リュックとかだったらこういうジップになんか紐がついてるっていうのが結構多いと思うんですけど、こういうなんかアークテリクスならではのなんかこういうなんかこうキーホルダーというかなんというかちょっとわからへんけど、まあこんなんがついてるっていうのも、まあ、持ちやすいですね。こうピュって開けたり閉めたりしやすいし、手袋つけてても全然できるので、まあ、使いやすい感じになってるなというふうに思います。そして最後はですね、これ防水の生地を採用してるってことなんですけど、これはよく間違いがちなんですけど、防水の生地は採用してるけど、これ防水のリュックではないんですよね。これなんちゅうことやん、どういうことやんって感じなんですけど、これなんでかわからないんですけど、この最初の背面のそのカンガルーって言われるポケットのここの部分だけ防水の生地になってるんですよ。で、あとは全然普通にナイロンなんで、これは全然水とか通していく感じになってるので、で、なんやったらこれ一番メインのところがナイロンなんですよ。で、この前の部分だけ防水の生地やったから、むしろメインの方が防水いるやんみたいな感じなんですけど、まあそういった仕様になってて、で、他にはこれ細かいところまでちゃんとやられてるんですけど、このジップとかもちゃんと止水ジップ使ってるんですよね。で、止水ジップもちゃんと使ってて、防水の生地も使ってるのにもかかわらず、メインのとこはナイロンっていうことで濡れるやんっていうことで、なんでやねんって感じなんですけど、まあちょっとこの辺はよくわかりませんが、防水のリュックではない。だからパソコンとか入れてても大雨が降ったりしたら濡れる可能性もあると思うので、そういう時はちゃんとレインカバーつけたりとかした方がいいと思いますし、そうしたら前のとこ濡れへんやんっていう感じだと思うんですけど、前のところもですね、実はこの下の方穴開いてたりするので、水が入らないってことではなくて水は入るので、なんでこういう仕様になってるのかちょっとよくはわからないんですけども、まあ、そういった理由から防水のリュックではないということになってて、多少の雨とかやったら全然問題ないんですけど、まあその、まあ、巷に出回ってるような普通のリュックと比べると、もう耐水性というか撥水性はもう全く違うくて、こっちの方が全然いいんですけど、じゃあ大雨で使えるのって言われたら大雨では全然使えないという感じで思いますので、まあ、この辺はちょっと注意かなという感じで思います。で、次がですね、デメリットっていうところに行きたいんですけど、デメリットが2つあって、1つっていうのが今言ったみたいに防水じゃないっていうことで、これ結構防水やと思われてる方多いんですけど、実は違いますよということになってるので、何でもかんでもアークテリクスやから言うて信頼してはいけませんよという証になってるかなと思いますので、普通のリュックよりかはちょっと水は対応できるよっていうぐらいの感覚で僕はちょっともう使っていこうかなというふうには思ってます。で、次のデメリットっていうのが2つ目になるんですけど、まあ、それがですね、こう実際背負ってみたら、先ほど言ったみたいに体に綺麗に沿ってて、でリュックの重さを分散してくれてるっていうことはめちゃくちゃいいんですけど、その代わり綺麗に体に沿ってるので、夏場持ってると暑いんですよね。で、こういうショルダーの部分というか、このリュックの紐の部分ですね、こことかもしっかり厚みのあってクッション性のあるやつになってるので、それがゆえに夏は暑いってことになってて、安心感とか丈夫さとかクッション性とか背負い心地はもう完璧なんですけど、そこを追い求めるがゆえに、こうピタッと体に沿ってるので全然風が入ってこないので、まあそれはちょっとデメリットとも言うけど、見方を変えれば長所とも言うし、まあ微妙なところなんですけど、まあ持ってて暑いのは暑いなという感じで思います。はい、という感じになってて、まあ後半おすすめの人っていうところに行きたいんですけども、おすすめの人がですね、結構これ見た目が、パッと見た見た目って結構シンプルになってると思うので、まあ、本当にカジュアル、こういう、まあ、僕が今着てるようなガラシャツとかでも全然着れますけど、もっとシンプルな感じで、ちょっと綺麗めな無地の洋服とかと合わせても全然問題ないですし、昔のアークテリクスってちょっとロゴだけが派手やったりしてたんで、ちょっとカジュアル要素あったりしてたんですけど、この新しいモデルからは本当にブラック一色とかっていう感じで作られてたりするので、まあ、この色に関しては結構綺麗めでも使えるんかなというふうには思いますし、あとさらに普段荷物が重い方とかっていうのは結構肩こりとかもしやすいかなと思いますし、それこそこうリュック背負うのが嫌になると思うので、そういう荷物の多い方とか荷物が重い方っていうのにも特に適してるリュックかなと思って、分散できて、で長時間持ってても疲れにくいような仕様になってたりするし、でなおかつ肩がこうずれてくることもないし、もしずれてきたとしても前のハーネスをカチッて締めてあげればしっかり固定されるので、まあ今現状リュックが重くて悩んでる方なんかにもこの辺はおすすめかなというふうには思いますし、あとはパソコンですよね。13インチはどのパソコンリュックでも今あっても売られてるもん大体入るんですけど、スリーブケースもついてるしって感じだと思うんですけど、16インチとかは結構対応しないモデルが多かったりするので、まあそういう大きいパソコン持ってはる方とか、あとまあ例えばタブレットと PC2 台持ちしてはる方とかはスリーブが2箇所あるので、まあそういった方なんかにはおすすめかなというふうに思いますので、これ実はだからビジネスマンとかってそういう電子機器2つ持ってたりすると思うんで、まあそういう方なんかも使えるような感じになってるので、カジュアル一択っていうよりかは、まあ結構幅の広い街用のリュックになってるんかなという感じでは思います。で、元々の開発用途としてはこれなんか自転車を乗る人想定して作られてるらしいので、なのでおそらくこの背面
面だけが防水になってて、多分こういうところも全部防水にしちゃうともっと硬くなっていくんでしょうね多分ね。でしっかり防水性は高まるけど、おそらく値段もまだ上がるやろうし、まあ、3万円のリュックっていうだけでも結構高いなって感じなんですけど、まあ、それよりも値段が高くなったらどうかなっていうところもあるんかなと思うんですけど、まあ、その辺は詳しく知らないですけど、まあ、僕はアクテリクスの社員でもないので、まあ、そんな感じになってますので、まあ、以上言った点っていうのが特徴であったりデメリットであったりおすすめの人かなという感じで思うので、まあ、しっかり3万円ぐらいの高いリュックではあるんですけど、まあ、機能はちゃんと詰め込まれてるような感じにはなってるので、まあ、今のリュックで全然申し分ないねんっていう方は全然大丈夫やと思うんですけど、まあ、ちょっと悩んでてんとか大きさがちっちゃいねんとかパソコンが入らへんねんっていう方とかは、まあ、このリュックなんかはその悩みを解決してくれるんかなというふうには思いました。で途中言ったみたいにですね、結構偽物とかも出回ってて、特にもう廃盤になったアイテムはどんどん偽物の量が多くなってくるというか、まあ、単純に正規品の量が少なくなってくるので、まあ、よっぽど旧モデルがいいっていう方は旧モデルでいいと思うんですけど、そうじゃない方はやっぱり新モデルの方が正規品が多いので、まあ、新モデルの方が修理とかもちゃんと受けれますし、正規品であれば、まあ、やけど偽物とかやったら修理とかも受けれないので、まあ、正規品を購入された方がいいんじゃないかなというふうには思います。で、僕が購入したお店はですね、また下の動画説明欄に貼ってますので、興味ある方は見ていただければなと思いますし、あとまあ僕が気に入ってるマカ2とスコーミッシュフーディーの動画も一応下に貼っつけておこうかなと思いますので、これが一応アークテリクスのトップ3とも言われているので、まあ、この辺を押さえておけばアークテリクスの入門としてはやっと門をくぐったんじゃないかなというふうには思います。はい、ということになっているので、本日はですねアークテリクスのアロー22の紹介をしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。